メガサーブ TV。 はい、どうもメガサーブです。こんな格好でこんにちは、ね、中はパジャマ、今から寝ますみたいな、こんな感じでね、はい、私が、昨シーズンまで、ね、トーナメントの方でお世話になってましたドレスさん、まあね、今シーズンは諸事情によりドレスさんの方がトーナメントのスポンサーを降りたということで、今年はこれ残念ながら切れないんですよね。で今こうちょっとね、大人の事情もあるんでこの辺手で隠してますが、後でモザイクを入れてうまく処理します。なわけで、残念ながら今シーズンはドレスのトーナメントシャツを切れないわけですが、そうは言っても私ね、ドレスさん大好きなんで、っていうわけで今日は簡単なちょっとね、開封動画っていうかドレスさんの方からちょっとお買い物したものを簡単に紹介したいと思います。で、はい、ライラックスね、ライラックスって見たことない方もいらっしゃると思うんですけど、要はドレスさんっていうのはライラックス社さんの要は釣り部門っていう感じの形になってます。で、ライラックスって何なの？あのね、サバゲーとかモデルガン好きな人にとってはなんかすごいメーカーなんですよ。世界的に有名なメーカーです。で、そのライラックスさんの釣り部門がドレスっていう形になってるんですけども、はい、何をメガサブ手に入れたか。で、普通は開封動画というと大体もうね、新発売で出てすぐのものだったりとか、ね、皆さんがなかなか手に入れないものを先取りして手に入れて紹介っていう形が多いと思うんですけど、私の場合はそういう感じじゃなくて、ドレスさん昨年かな、これ昨年発売された、じゃじゃん、ランガンキープバッグと呼ばれるものです。でね、アジ釣りとかメバル釣りとか、要はライトゲーム関係もそうですけど、お魚釣りに行きました、ね、釣ったお魚を持って帰りたいけど、大きいクーラーボックスとかにね、最初から入れておくと、そのクーラーボックスにいちいちまだ戻ったりするのがめんどくさいっていう場合は、ランガンしながら魚を釣りで、要はこの中に魚を入れとけるんですよ。入れといて、また大きなクーラーボックスにね、なんていうのかな、入れるみたいな、このランガンするときに持ち運べるキープするバッグです。でこれね、中も素材なんつうんだろう、これは全然濡れても大丈夫な素材になってます。で大きさ的にもね、私の革と比べるとこのぐらいが大きさで、要はもうものすごく軽くて、で肩からかけれるガチャ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 みたいなベルトもついてます。で普通ね、ランガンライブエルっていうぐらいなんで、やっぱその名の通りな使い方をするのが普通だと思うんですが、私はちょっと違う使い方をしようと思って今回手に入れました。で、まあその使い方は後ほど紹介するとしまして、でほらこのぐらいの大きさ、そんな大きくなくてね、手頃でいいので、ここに、ね、モールシステムと呼ばれる、これもドレスさん、要はその先ほど言ったライラックスさん、要はねサバ系とかそっちの方からね、使ってるシステムみたいなんですけども、そのシステムをドレスさんはこういうね、ランガンキープバッグだったり、要は通常のバッグだったりにくっつけられてまして、ここに要はプライヤーとか、あとロッドホルダーとか、いろんなものが付けられるようになっています。はい、そんなわけでちょうどいい大きさを僕ね、メガサブがどんな使い方をするのはこうご期待。はい、で
ここに書いてある説明書があるんだと。開閉が素早くできるので釣った魚も簡単にキープできますと。モールシステム採用でカスタマイズ可能と、ね、これ説明書にもいろいろ載ってます。ね、ビニール袋がこの中にこうくっつけられて、要は直接これを汚さないでも使えるし、ね、先ほど言ったようにモールシステムでロッドホルダーつけたりプライヤーホルダーつけたりちっちゃいポーチをつけたりと、ね、自分でカスタマイズもできる代物になってます、ね、ちょっとね大きさ的にドンピシャだなと思って俺買ったんですけど、ちょっとね、メガサブ TV をご覧になってる皆様だったらば、もしかしたらメガサブあれにつけちゃうんじゃねみたいな、ね、そんな感じになっております。はい、ドレスランガンキープバックでした。